パパはセッティング中。はい、これわかんないでしょ。これたくさんあるからね。これはどうしよう、トナカイの足元とかいいかな。この辺りピッて。あとこんな置物もあるよ。これをちょっとこの辺り色合い的に寂しいかな。こんな感じ。ちなみにこれとこれもそうだよ。どうしよう、これいいのあるじゃん。おお、パパが買ってきたのはこれとこれとこれとこれ。わかる？全然わかんない。ツリーどうしよう。これツリーくんみたいなのがいるからこの辺りにピッて置くにしようかな。わからないぞ、これ見て。一体化しすぎでしょこれ。パパ当ててほしいの？当ててほしくないの？どっち？当てられたくないけど当ててほしい。両方気持ちあるよね、うん、ママも最初やった時そうだった。けどこれは難しいぞ。ツリーばっかり集まったね。そう、これとこれ。同じリースは2個買ったんだよね。これどこかつけれそう？つけるところがここでいいんじゃない？そんな高いとこわかるかな。じゃあお部屋を姫ちゃんとオウくんが来る前に紹介しましょう。はい、まずはこちら。パパと一緒に数えていくよ。はい、まずこれで1個、2、3、4、5、6、7。あとメリークリスマスもさっき置いてた。あ、そう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 、これこれこれ。やっべ、自分で買ったの分かんない。8個。クリスマスツリーもあって、イルミネーションもキラキラ。クリスマスツリーの下にはプレゼントがいっぱい。ソファーの方はこうなっているよ。そしてテーブルには、じゃあパパ数えて。はい、お皿で9、コップで10、最後はこちら。これは、11個目。12にする？うん、13、14、15、16、17、17個も買ったんだ。あれ、こんなに買ったか。もうないよね、分かんなくなってきたぞ。うん、もうないと思うよ。今何個って言った？17、うん、はい、17個です。まあ、このうち半分以上正解すれば姫ちゃんとオウくんの勝ちということにしましょう。皆さんごきげんよう。みんなチャンネル登録してね。今日はクリスマスルームでパパの心を一番理解しているのは誰という対決をします。はい、さてひめちゃん、オウくんわかるかな。パッと見ね、全然わかんない。ハロウィンルームで第1弾やったのは覚えてるかな。覚えてる覚えてる。ママの心を一番読み取れたのは3人とも同点でした。今回はパパバージョンだよ。パパが17点クリスマスグッズを買ってきました。そしてこのクリスマスルームに配置したよ。17個パパが買ってきたものが隠されているので、姫ちゃんとオウくん対決だよ。どっちがパパのことを理解しているかな。頑張るよ。いけないよ。じゃあママがルールを説明するよ。はい、10問対決です。うん、これがパパが買ったものかなっていうものを見つけたら、このテーブルに持ってきてください。それをパパがジャッジするよ。正解だったら1ポイント、不正解だったらポイントならず。どっちが点数稼げるかな。ひめちゃんとおうくん本気で探してね。じゃあパパから特別企画プレゼント、10点満点なら好きなものを3個買ってあげるよ。何でもいいよ。それ本当？いいよ、ダイヤとかやめてね。8点以上だと1個好きなもの買ってあげる、それ以下はなし。よーい、スタート。まずはエリアを説明するよ。ここからあっち、クリスマスツリーから右側ですね。はい、これかな。2人とも選んだものを1個ずつこちらへ持ってくるんだ。くん、これよ。ひめちゃんはこれ。それかわいいね。うん、持ってきたよ。持ってきたよ。じゃあ正解のものをパパが持ち上げるね。うん、おーおーうーダーン。おうくん1ポイントゲット。じゃあ次選んできて。はい。あれ、ちょっと待った、いいのか。1人10個ずつ持つと20個じゃん。正解17個しかないんですけど、いいのか。
いいでしょ。いいか。じゃあこういう上とかもあるってことだよね。こっちから。わかんないよ。さあ選んで選んで。じゃあこれ。これ。お気をつけて、オウくん。これよ、オウくん。おお、キラキラゴールドじゃん。姫ちゃんは？これ。わ、かわいい。うん。じゃあパパのところへ持っていきましょう。はい。決まったかな？決まったよ。持ってきたよ。では結果発表します。はい。正解は？正解！両方正解です。二人ともお見事。やったー！じゃあ1ポイント、オウ君に2ポイント。そう。そう。今のところ全問正解よ。分かった。しかもさ、これ分かりにくいように奥に入れたんだよね。ひむちゃんもよく分かったね、これ。だってそれめっちゃ可愛いじゃん。なんかさ、今日動画の前にさ、買い出し一人で行ったんだけど、その時にパパのセンス次第だからって言われたからね、ママに。なかなかいいだろ。次。はいはい。まだあるぞ。探すんだ。第3問目。どうしようね。上高いよ。これ。あ、ひむちゃんもそれ迷ってた。これ。オウくんそれにした？ソリに乗ってるサンタさんだね。ひめちゃん迷っちゃう。迷うよね、こんなにあるから。じゃあこれ。もう迷った時は自分が可愛いって思うものにしよう。うん、ひめちゃんはこれにしたよ。ママもそれ好き、可愛い。じゃあパパのところ行きましょう。はい、持ってきたよ。はい。オウくん気づいたです。何？なんかこの電池あるじゃん、だから愛しそう。え、スイッチあるの？わかってるから。え、パパ知らないってことはそれ選んでないのかもよ。いいの、オウくん。うん。いや、だけど引っ掛けかもしれないよ。あ、そっか。わかんないよ。じゃあ、パパの前に出そう。さあ、出すんだ。では、正解したものを持ち上げる。お願い。じゃーん。イエーイ。めっちゃいい。オウくん、全部正解じゃん。なんでオウくんわかるの？下キラキラしてるんですけど。どこ？もごもご喋ってみて。もご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 。あ、キラッとしてる。もごもごラメラメついてるよ。待って。全然取れない。痛いわ。はい、ということでオウくんは正解。もう3問終了。あと7問。はい、もしもうプレゼントポイントまで点数が足りなくてもママが買ってくれるから何かね。大丈夫だ。確かにママ優しいからね。うん、パパの方が優しいぞ。はい、じゃあ次選びましょう。はい、第4問スタート。スタート。大丈夫、頑張れ。まだあるよ、今のエリア。まだ？いけ。ホークまた高い方いきますか。これ。おお、気をつけて。姫ちゃんはどうする？どうしよう。女の勘、いけ。じゃあこれ。姫ちゃんはこれを選んだよ。サンタさんがケーキの看板持ってる？うん、持ってきたよ。はい。パパ、ジャッジお願いします。はい、いきますよ。何それ。正解はこっち。わー、キムちゃん正解。イエーイ。女の子当たった。ありがとう。はい、ということは姫ちゃんが2ポイント、オウくん3ポイントです。はい、結構オウくんいいんじゃない？うん。パパ、はい、次の問題もあの面ですか？別のエリア移りますか？実はまだあるんだよね。ねえ、どんだけあるかい。行け。あ、わかった、これ。これな。これ奥にあるんだよ。じゃあ、これ。なんかアンティークっぽいサンタさん。うん、持ってきたよ。はい、サンタさんとクリスマスツリー。はい。では、行きますよ。正解はこっち。オウくん4ポイント。オウくんすごいじゃん。なんでわかる？姫ちゃんが2ポイント、オウくんが4ポイントです。はい、次6問目、場所移動します。はい、次はどこのエリアですか？あのクリスマスツリーから左側ね、ここまで。姫ちゃんはこのリースにしたよ。オウくん、口。さあ、パパに渡してください。はい。正解はこっち。あー、姫ちゃん、正解。はい。次は8問目。はい。場所を移動するよ。はい。では、エリア説明するよ。はい。
パパが立っているところから向こう側どうぞ。これこれ、あーくん雪だるまさん。はい。姫ちゃんこのお家。おーかわいい。これサンタさんのお家かな。うん、じゃあパパの方に持っていこう。はい。さあ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 持ってきてよ。はい。2つとも陶器だね。こんな大きいのパパが持ってくると思う？あーちょっと変えていい？もう変えられません。答え合わせいきますよ。正解はこれ。え、両方とも。はい。姫ちゃん5ポイント、オー君6ポイントです。次は9問目、はい、どうぞ。うーん、これ。おお。大きいよ。ねえ、かわいい。オー君はトナカイだね。姫ちゃんはクリスマスブーツだよ。では9問目の答え合わせをするぞ。正解は姫ちゃん、正解。姫ちゃん6ポイント、オー君6ポイント。はい、同点になった。はい、10問目どうぞ。はい。今のエリアからだよ。わかった。これこれこれ。そっちに変えるの、オー君。オー君はクリスマスって書いてある木の置物だね。姫ちゃんは悩んでいます。最終問題ですからね。姫ちゃんね、これかね、上のこれが持ってる。ママもその赤いのいいなと思ってた。じゃあこれ。ガラスの中に入った置物。うん、はい、これ。はい、オークも渡してください。では正解を持ち上げますよ。正解はおおおおおお。正解はこれ。姫ちゃん残念。はい、10問終わりましたが結果発表します。はい。姫ちゃんは6ポイント、はい、オー君は7ポイント。2人ともよく正解しました。パパね、やる前ね、半分以上正解するともうパパの負けだなと思ってたんだよね。本当は5ポイント以上だから、2人ともプレゼントはなしになるんだけど、5ポイント以上あるから特別に1つずつ好きなプレゼントね買ってあげるからね。やったー。2人とも2ポイントとか3ポイントだったらパパどうしようかと思ってたよ。家出しようかと思ったぞ。よかったねパパ。うん、なんでわかったの？どういう違いがあるの？だってわかるもん。なんでわかる？見てないんだよね。この部屋の外にいたんだもんね。うん、しかも扉ちゃんと閉めてたし。うん、なんでわかった？女の勘です。男です。オー君がよくわかったなと思うんだよね。うん、オー君最初めっちゃ連続だったじゃん。うん、しかもオー君選ぶの早い。パーン、うん、直感でパパパッと選ぶから。でも2人ともいい勝負でした。はい。よくパパのことを理解しているということで認定ですね。はい。でも最初この部屋に入ってきた時、え、どれって思ったでしょ。思った。クリスマスグッズ多すぎだもんね。うん、じゃあ、オー君が勝ったけど、姫ちゃんもすごく頑張ったので、みんなで拍手。頑張りました。はい。じゃあ、2人ともプレゼントを決めておいてね。よかった。はい、では、最後に正解発表します。はい。まだ正解が眠っているぞ。うそ。ちょっと失礼。ちょっと失礼。まずは最初のエリアね。正解はこれ。もうないね。あります。え、そのベル。あ、そう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 、このベル、これとベルね。うん、あとは、あ、これだ、これこれ。最後のエリアの正解は、ゆめちゃんどれだと思う？うん、あ、正解。パパが買ってきた17点のクリスマスグッズはこちらでした。はい、またね。メリークリスマス。メリークリスマス。めちゃんじゃんけん、いくよ。ひめちゃんじゃんけん、じゃんけんパー。ひめちゃんはパーだったよ。それでは皆さん、ごきげんよう。グッドボタン押してね。この動画も見るで。チャンネル登録もよろしく。